おい、そこ。え？また失敗か。やはり。ふむ。役人の使い走りか。いや。いや。ふむ。いや。しかし。またその質問かな。いや。すまぬ。待て、興味があるのか。はい。専門家ではないようだが珍しいな。それは通常のエレメント抽出を経て我々が扱えるエネルギーに変換され、ともかく ねえ。ああ。いや。いい。なんだその怖い顔は。おい！サビよけの散布だが。あ？ふん。え？もちろん俺は錬金術師だぞ。しかしなぜ認められんのだ。おいおい。そうか、俺はまた失敗した。それだけだ。なるほど。うん。どういう意味だ。どうかな。なぜ俺を誘う。それはフフッ。懐かしいな。興味が湧いた。ブライスだ。よろしく頼む。ふむ。よっ。いや。どうしたの？そうだな。じゃあ。なんだなんだ、実験検証のし放題。はははは。なに。ああ。
そうか。ああ。すまない。いや、俺はそうだろ。何でもない。それで。はい。俺は構わんが。大丈夫です。以上だ。なるほど。いや、暴走のリスクを無視するわけにはいかない。ふん。それは。まったく皮肉だな。そうでしょうか。錬金術は明日のためにあるものだ。少なくともこれは。事故が起こってからでは遅いぞ。だが、しかし。研究は終わっていないか。始めるぞ。はい。よし。どうでしょうか。実験は成功だ。ふむ。いや。だが。今になって何ができる。わかりました。ふん。
暴走を起こせば人の明日、友人を止めに行きたい。頼めるか。いいぜ。ありがとう。抜群のタイミングだったようだな。ああ、挨拶は後だ。いや。研究成果のお披露目だぞ。楽しくないわけがない。これが検証結果だ。おい、すまない。なあ、ふん、データは託した。探求は不毛な旅路で、だがお前ならできるだろう。明日とは希望だ。誘いは嬉しいね。すまんな、フランク。また会おう。